チェラセリーグ巨人に1中日10日バンテリンドーム。8回1失点の好投を見せた先発、戸郷が自身初の10勝目を挙げた。自身初の10勝目を狙ってマウンドに登った戸郷は3回まで完全投球の抜群の立ち上がりを見せたが、4回1失後、連打を許すと、木下に中前摘示を浴び、同点とされた。戸郷は8回まで自身最多の138球を投げ、降板。9回西から中田が中日の守護神、ライデル・マルティネスから左翼ポール際に飛び込む13号ソロを叩き込み、試合を決めた。9回は守護神、大勢が締め、27セーブ目を挙げた。